じゃあ今日はブランチネージさんの桜リボンとフローラルリボンを作りたいと思います。お願いします。このリボンは桜リボンって言って、あの春の入学式とか入園式、卒園式とかにコサージュとかにして使ってもらったり、ヘアピンでこう留めてもらったりして使えます。このリボンはあの1本のリボンを使って作れるので、あの手軽に作ることができます。はい、キャラ弁コーナーのパパのともくんです。はい、お願いします。出して、落とすのと鬼の金棒を作ります。途中ですが、鬼の顔と金棒ができました。全部を組み合わせるみたいな感じ、うん、そこから、本当はおにぎりで作るとこをうずらの卵で作ってみたいとか、そういう風に変えとくんで、頭の中で全部組み上げます。キャラ弁の出来上がりです。桜リボンができました。バランスが難しかったですけれども、可愛くできました。桜リボンは真ん中にあの飾りがつけることができて、これがあることによって華やかなシーンにも使えるリボンになります。フローラルリボンができました。すごい頭を使って難しいリボンでしたけど、可愛くできて満足です。このリボンはこの先を丸くすると梅の花みたいになって、こっちを先を尖らすと菊のようになるリボンです。で、これは100均で売ってる半透明のトレーにペーパーナプキンをデコパージュして、
手作りのトレーで、こちらのペンケースも、全て素材は100円ショップのものになりますが、デコパージュをしてオリジナルのものにしてます。でこちらはペン立てとかに使っていただけるようにトマト缶の空き缶を、リメイクして、作りました。でこれはあのウェットティッシュケースをリメイクしてお好きな柄にデコパージュをしております。でこれはタイルにペーパーナプキンを貼ってオリジナルの時計を作ってるんですけど、全てのものにシリコン以外のものにデコパージュはできて、お子さんの写真とかペットの写真とかそういうのも、転写できるので、そういうのを津市の方で教えています。どうぞ。来月は入園と入学に使えるカチューシャを作りたいと思います。このカチューシャはリボンがいっぱい乗っていて、とっても可愛くって存在感があるカチューシャになります。よかったら作ってください。